橋の名、人生を改めて振り返ってまいるといった企画の第3弾。次、この身は静ヶ岳の戦。おお、その話を聞いておるだけでしたら、もう清正様が空中でこうなっておる。名古屋名物、名古屋おもてなし武将隊。はあ、わしが日頃神加藤清正、神笠隊助けにござります。さあ、我らは名古屋を世界一の観光都市とすべく日々戦をしておりまする400年前より蘇りし物の不襲団にござりまする。現世に蘇ってからはテレビやラジオのレギュラー番組であったり、名古屋グランパス殿の宣伝隊などを務めておりまする。そんな我らが本日も YouTube を届けてまいる。よー、ということで始まってまいった。この度は橋の名、人生を改めて振り返ってまいるといった企画の第3弾である。3弾さよう。そんでな、まあ、その女子の人生を振り返るっていうのはこの教材を使っておるんじゃ。この子供が良くなる講談社の絵本、加藤清正。これな、第1弾第2弾はトーマと一緒にやってまいったんじゃな。ああ、これはいわゆる朝日の大戦の前に、ああわしこの加藤清正、非常になこの日の本において、ああ、まあ、お主も知っての通り実に人気のあるものの一人だったんじゃな。ありがとうございます。それをゆえにな、ああその頃を振り返ってまいりたいと。ああ、ほんで、ああまあこの中での技術と、わしが実際にこう経てまいったわしの人生っていうのを、まあこの振り返って、実際どうであったのかであったりとか、当時の子供のな育て方っていうのを改めて見てまいりたいと、そういった企画である。というわけでな、始まってまいるんだけど、前回は確かわしが子供の頃から山崎の戦いに至るまで、まあ初陣を経て豊臣秀吉様、当時は羽柴秀吉様、でも羽柴秀吉様のもとで、ああまあそうじゃな、成人を迎えて戦に出るようになった、そういったところからの、ああこたびは始まりである。前回はそうだった。というわけでな、ああ早速始めてまいりたいと思う。前回な、ああまあ本能寺の変が起こって、ああ織田信長様が撃たれて、ああで秀吉様が山崎の戦いで、それをな、ああまあ打ち滅ぼす、ちょっとこれ、まあ、そこでわしが、あまあ有名なもののふを一人打ち取ったちょっとか、まあ、そこからな、そこが終わりであった。次、この身は静岡県です。おお、わしが、あいわゆるそうでな、初めて大手柄を開けたところ、そこから初めて前を改めていくぞ。楽しみにござりまする。うん、では聞いてくれ。明智光秀を滅ぼした秀吉は、その後静岡家の戦いに勝って、いよいよ日本一の大将と言われるようになりました。この合戦の時、大手柄を立てた7人の若武者がありました。静ヶ岳の七本槍と後の世までも褒められていますが、その7人の中でも真っ先に敵の中に突っ込んで戦ったのが加藤清正でした。お、まあ、これはいわゆる状況説明だな。あ、うん、まあ、あえて一つ言うとするならば、真っ先に敵の中に突っ込んだのはこれは、まあ、実はわしではない。え、うん、まあ、いわゆる一番槍の手から、これ先駆け衆っていうような者たちがおったんだけども、この記述のみに言えばな、この静ヶ岳の戦において大手柄を挙げたのは先駆け衆よりもわしら七本槍っていうことなんだけれども、真っ先に駆け込んだのはこれが実は岸田につながっちゃう。 あの先駆け衆の一人だ。お釘を直していただきまして、どうである。あの続きをお願いいたします。お主が喋ったらしか。では次に参ろう。まあ、ここからな、あ静ヶ岳の戦の中の状態にな、はい、静ヶ岳の戦いで清正は大勢の敵を馬で蹴倒し、槍で突きまくっている時に、山路将元という荒武者がものすごい勢いで突きかかってきました。敵が強いとそれだけ強くなる清正は、いよいよ勇み立って、さあ来いと槍を構えました。おお、うん、敵が強ければ強いほど強くなられるのですか、清正様は。そうなんじゃよ、そこに引っかかるよな。私もそこに引っかかった。いや、これはもうあれじゃろ、なんとかの剣じゃろ、剣中になるものとなってもらったんじゃな。これは敵が強いとそれだけ強くなる。うん、あ、まあ、そういった形でこの山路将元というものとな、立ち向かって戦った中期です。まあ、わし確かにこの静ヶ岳の戦で、うん、手柄を立てたというふうに、まあ後
のようなものはな言うてくれて、あまあこういったものと戦ったというふうに言うてくれとるんじゃけども、まあ、これはなあまあ前回の山崎の戦においてのこの四方でどうとまあかなり言うとるというか、うん、まあ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 足が誰を討ち取ったかというのはなあまあ現世においてはまあ少し不明なところが多く、うん、そう山地将軍を討ち取ったんだよ山地は、うん、豪の者じゃよしでは次に参ろうまあ槍を構えました山地将軍と戦うぞ、うん、清正も強いが将軍も強い、うん、しばらく槍で突き合ったがどうしても勝負がつきませんよし組打ちだと組み合っているうちに2人は一緒に馬から落ちました。上になり下になり跳ね返しねじ合ううちに崖の下に転げ落ちました。そしてとうとう清正が上になり将軍を打ち取りました。うーん、その話を聞いておるだけでしたらもう清正様が空中でこうなっておりました。崖を落ちながらこうなっておりましたねじ合って、もうこれ本当の剣の世界だね。うん、しかしながら絵でもさ、まあ、このように崖を駆け下りながらゴロゴロといった形でちゅうわけじゃ、まあ、これ実際まあこう組打ちっていうのは、まあ、源平の合戦でもようやられとったもので、まあ、どっちかっていうともうよし組打ちだという時点でこう一緒に馬から落ちましたっていうか、まあ、落としに行くんだな。で落とした上でどっちも上になった方がここの首をなこう受けると、まあ小刀でやるわけなんだけども、それを下から相手の首を落とすことができるので上になった方が強いということ。この崖を転がり落ちるっていうのはこれ崖っていうのは言い過ぎじゃけれども、この上になって下になってこうゴロ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 と坂を下りながらっていうのはこれはまあ当時の戦でしてよくあったという形じゃ。そういうことじゃないで実際力でねじ伏せるっていうのもそうなんだけども、たまたま上になったっていうのもまあ当時としてはこれまでよくあるといった形で打ち取った。うん、ここでな、静岡県の戦が終わって、うん、前ですね、この町どうなった。清正は手柄話をお土産に懐かしい母のところへ帰りました。私の手柄を秀吉様が褒めて三千石の身分にしてくださいましたと清正が言うと、よくそんなに出世をしてくれました、こんな嬉しいことはありませんと母は涙を流して喜びました。よき話にございまする。さよ、わしは母のな手一つで育てられたでな、まあ、それを踏まえた上でもこれほどな立派になってくれたっていうことで喜んでくれたんじゃろうな。この三千石っていうのは現世でいうところ大体1000万円ほどの年収を手に入れたっていうことだで、まあこの折まだわしはまだまだ若くな、まあ、21くらいじゃったかな。その折で年収1000万ゲーセンというところが、まあ、なかなかの出世ぶりだと、かなりの出世ぶりだな、はあ、いうことができるようだな。さてここからな先も話してまいりたいんじゃけど、次は九州征伐の話になってまたちょっと長くなるで、はあ、この度はこの静ヶ岳の話のみを取り上げて、はあ、でまいりたいと、はあ、改めてじゃけどどうじゃった。いや何か、うん、清正様が今の現世の活動絵巻どうやるアニメなるものに何か登場しそうな感じの記述のされ方をしておりまして、いやそうじゃろ、聞いておって楽しいことだよ。あ、まことか、それはありがとうさん、これが今までの話もかなりその面白おかしくちが、まあ、あ娯楽的に、まあ、脚色されて書かれておるでな、まあよかったらこの前にな、あげた動画を見てちょうよ。ははそして皆の衆も一つ目、二つ目の動画をな、ぜひとも見てちょうよということで、この度のわしのこの加藤清正物語は以上である。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録、高評価、返文、コメントぜひともよろしくお願いいたします。では次の配信までさらばじ。